これは後世に読み続けられる物語、祭り家管理伝、その始まりのお話。高級で女官として働く少女祭り家、自分に自信のない彼女の才を見初めたのは皇帝白陽。己の道を閉ざす祭り家を花開かせるために、気まぐれな皇帝との出会いが彼女の運命を変える。祭り家管理伝、続きはレンタで。